やっぱり兄弟なんだなって思ってさ。お姉ちゃんが作ってくれたんだよ。炭が売れたらお願いがあるんだ。お兄ちゃんの言うことちゃんと聞くのよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんが心配しなくてもいいの。炭が売れたお金でね、お姉ちゃんに羽織を買ってあげられないかな。鬼滅の刃、アリシの兄弟。禰豆子は違うんだ。人を食ったりしない。昔同じようなことを言って鬼に食われた奴がいた。そう、あれは俺がまだ鬼殺隊に入隊したての頃だ。鬼狩りめぐや、俺にとってユウはたった一人の弟なんだ。家族なんだ。鬼滅の刃、忘れじの一刀。